車で行きたくないとこだな。歩いて正解だった。やばい。ここは帰り登りたくないな。おお、駐車場広いか。なんか書いてある、なるほど。灯台できるし、行けようかな。だいぶ波の音が近づいてきた。帰りは上りか。ここは帰り上りはちょっとかなりきつそうだな。鳥居が見えてきた。人類だ。灯台。今回は案外高かったな。違う、階段が来る。神社、神社に行ってみよう。ああ、雲の巣が。いや、こっちにだかな。再生の
まあ、何も見えねえな。さすがに曇ってる。でもいい景色だ。めちゃくちゃ暑い。今何度あるんだろう。40度ぐらいあるんじゃねえかな。40度超えてんじゃないか。岩の上蒸し焼きにされてる。こんなところで釣りする人いるんだよな。すごいわ。台風の影響がすごい。すごい時に来てしまった。しけております。先が見えないのがあれですか。こういうところもあるんだな。今回は坊津と坊の島、坊の岬灯台よりは結構溶けたかな。あそこはちょっと高いところで怖かったのであまり撮らなかったんです。フェンスも壊れてましたし、ここも結構怖い場所ですけど。うわ。
しましょう。あまりの暑さにガリガリ君とモンブランを一気に食べてしまいました。暑すぎ。耳展望所ちょっと行ってみようかな。さっきの灯台の場所からちょっとまた登らないといけない。やべえな。なんか足がガクガクしてきた。から中に入りたい。川の中に入りたい。でもすごい流れが。登りたくねじゃあここはこんなところで。